ばみちゃんに1週間がっつり密着中。はい、今回は日本一豪華なまかないを出す店主、仕入れです。大体でもこんな感じのまかないだね。いいなぁ、これまかない。3人豪華。どうぞ。食べていいのは分からんでしょ。優しい。いいよいいよ、まかないだもん。よかったな。これが、で、これがみんなのメインだね。え、どうかどうかだけど。いやかましは。ちょっと。いや、この日もあるっていうことやろ、それは。ほんまにですよ、これは。てか、相当豪華やで、今のほんまに。まかないで、飲食店でずっと働いたけど、こんな豪華。聞いてた話よりあんまり。ちょっと待って、ちょっと待って。それ言うんですか？豪華じゃないって言われてもな。聞いてた話って、あの、ちょうどね、撮影した時の時、偶然だったんだけど、去年の防止新年会が予約あったけどみんなキャンセルになったもん で、使えないよね、キャンセルだもんで。だったらそんな廃棄はできないし、じゃあみんな食べようかってことで、伊勢エビのチリソースとエビマヨ作るなら両方作ろうと。でフカヒレも食べたことなかなかなかったもんで、じゃあフカヒレを食べてみようと。その豪華なまかないっていうのは確かに 3,4 ピースその時だけ豪華だったのかな、うん、ただそれが一人歩きしちゃって、ここは豪華なまかないだって言われて。豪華ですよ、大豪華ですよ。これもスタッフさんが間違えてる。スタッフさんがヤバミちゃん、うん、そうだった、ね、うん、いや、そら俺これやめられへんと思うで。店頭で飲み出しますけど、それで散歩してますね。これ働きたいな。味どう、うん、普通、いつもの変わらんだ。普通に美味しい。チンゲンさんどうだった、唐揚げと食べたけど。いや、まあ、他のとこ行ったら出ないよ、こんな。ワンタン美味しいか。ワンタン美味しいとどうなる、また作ってくれる、うん、あメニューになる場合もあります。ちゃんと聞くんですね、一回。めったにない。今日のは乗らないな。だってあんな忙しい厨房で全員が全員美味しいってならないとならない。なるほど。ここがいる間に新メニューできますか。新メニューですか。すっごい料理お好きな方なんやね、きっと。みんなで相談してみます。わあ、夜も忙しそうだな。ほんまや、これ全然おいしいで。10年とね、うん、何十年だっけ、ここでもう、48年。ここで48年。48年あんた田舎で48年。すごい。こういうお店は家族経営だと、みんな家族でやってますからね。と一緒なんだな。あれ、ご結婚されて、して一転して卒婚してる。僕は卒婚。あ、素敵な言い回しですね。卒婚っていうのは、あ、お互いが好きなことやってる。そんな別れなきゃいけないほど仲が悪いわけじゃないんだけど、お互いを尊重してって、まあ尊重っていい言葉だけど、勝手に生きてるっていうことで。へえ。小さな家ですからね。あ、電気消し忘れた。まあいいや、ここで置いてもらいます。ここなんです、家。はい、細い通路ですんで、いいですか。そうです、はい、何でも落ちさせて、はい、ここの間を入ってね、ほら。あ、ここになってるの。そうですね。え、トトロに会いに行くとか。トトロすごいな、これ。郵便とか届いてるのか。大丈夫か。いや、この初めてですよ。あ、そうですか。椿の椿です。お邪魔します。お邪魔します。で、あそこを踏むとき注意してください。え、あそこが抜けてるとかですか。抜けてる。え、お重さでバシッてきますから。こっちです。こっちは何ですか。台所です。台所、おしゃれですね。いやいや、大変ですよ。ちょっと待って、何もない大丈夫です。あ、昔ながらの感じ、ね、シンプルでしょ。冷蔵庫はないです。だから電子レンジもないです。シンプルってか、そうですよね。いや、多いよ、でも料理人の方は。家でも料理人は出してないって。出してないから。出してないから。いやいや、
かず来てないから家ではどうしてるんですか。もう何にもこれがあるこれがあるだけ、こっちお風呂だけどガスが通ってないから。お風呂そこなんですか。通ってないんですよ。お風呂は大きいですよ。おうわー懐かしいな、この懐かしいな、これいい、ばあちゃんちこれやった。うわいいお風呂ですね。ほんま、あーだめ、お銭湯も行く、あそこ油ね、これが楽しみなのかな。この上にドンと引いて寝ていただければ、はい、ほんまや、止めていただいて、はい、じゃあおやすみなさい。ありがとうございました。じゃあよく寝てください、はい、ありがとうございます。おやすみなさい。よいしょ。楽しみだなじゃないね。おいちょっと待ってくれよ、何やねんこれ。うわ、もうすごいええ店やん、何なんこれ。なんか見てるこっちも楽しみだね。うわ鍋、いいな、うわ、食べたい。昨日言ったから。いやいや昨日言ったからじゃないよ。通常よこれ。気使わしてるやん、タイやん、すごいやん、豚汁。嘘、いやめっちゃ嬉しそうやん。あでもこういう料理いっぱい食べてきたんで、ちょっとはあ、寝ちゃってんや、冷静ですね。最初はめっちゃテンション高かったんですけど、うん、どんどん慣れてきちゃって、慣れてきちゃう、慣れるは分かるけど慣れるのはちゃう。確かにな。今日この3品だったらどれが一番好きですか。感じです。タイじゃないや、タイとかでそこじゃ働けないんじゃないかな。慣れてるなこの環境に。あ、十時に素振り？剣道か。好き？うん、びっくりした。剣道されてる。やっぱり自分の基本は剣道ですね。剣道に沿ってた言った。それと自分の根幹ですね。すね、剣道をやってるからいろんな対処ができる。一歩前に出るのが違う剣道に対してたもんね。それはやっぱり商売の料理も一緒です。一歩前に出る。だから果敢に挑戦するっていう気持ち。まかないに通じてます。通じに通じてますもちろん。だから次をなんか。美味しくなかったらじゃあ次こそ俗に言うネキストチェンジ、次が美味しいんだよ。だから次来る可能性まだできてなくてもその次が絶対来る。ここめっちゃかっこいいやろな。かっこいいですよね。美味しくなってたね。いい、足綺麗やね、カズヤ君足綺麗やねんな。あら着きましたね。終わってからチェーン店なんですね。やっぱそうです、チェーン店僕よく行きます。じゃあちょっと、いやちょっとここで待ってる。はい、じゃあ一人で行ってきますんで。お願いします。いつも行ってる生活圏内だから。なんかどうやら中華っぽくない？このシェフって。なんかね。嘘。多分やけど。中華でした。一番大きいところの中華ちゃう。今中華食べる。はい。食べていらっしゃいました。はい。来ましたけど、なんでそもそもチェーン店だったんですか。チェーン店はね、やっぱり開発能力が高くて、すごいね、すごいね、個人店ってなかなかこの年でなかなか言えない。自分が考えた料理と、うん、そのチェーン店が考えた料理が被るのが僕はですね、自分のオリジナリティあのが欲しいもんで、だから確認しに行きますね。なるほど、ヤバミちゃんやな、すごいな向上心。だから中華やったんや。なるほど。だからあの似てたら自分のメニューを逆にやめます、はい、かっこいいな。もしくはあの材料を変えて全く違うものを一から考えます。似通ったものは作りたくないな、はい、なるほど。あ、料理を思いつきました。お、困ったなと思った時料理を思いつくんです。すごい、そうですか。なんだろう、楽しみ。ほんまやな、はい、めっちゃ楽しみ。まあ仕入れというかほぼまかないの仕入れです。ちょっとナスを使った新メニューを作ってみたいな。そうですね、今日みんなに勝負を挑むって言っちゃおかしいんですけど、こんなんどうって一発で仕掛けたいのが、
なるほど。塩麻婆茄子麺と塩麻婆茄子麻婆。ああ食べたい。聞いたことないけどもう絶対うまいやん。塩味で作ってみようかな。塩麻婆。これは僕の勝負ですね。でみんながどう思うか。もうメニュー名で言うたらもうヒットよねこれ。最高。間違いなく頼みたい。想像できますもんね美味しいって。あのさ、はい、新しい新メニュー考えた。何ですか。塩麻婆茄子麺と塩麻婆茄子飯、はい、塩って考えつかないじゃん。ああそう、多分オリジナルだから、はい、塩はいい。小坂井君どう。今思いついた塩麻婆茄子麺と嬉しいからみんな言っちゃう。俺も想像したけどどうなるか分からん。作ってみなきゃ。めっちゃ可愛い人やな。どう塩めちゃくちゃ可愛い人やな。いいな。もう頼むから取ってくれこれは。それに対してみんなが塩ですか、ね、しみしとか言わないのがなるんじゃない。目が喜ぶ。一番でも兄さんが新しいの思いついた報告が一番嬉しそう。そりゃそうですよ。思いついたんだもん。思いついたんだもん。塩麻婆茄子焼きそば。うわちょっと待ってくれ。食べたい。ちょっとないんじゃないかな。塩麻婆茄子焼きそば。